やってほしくないことなんですね、うんうん、で、まあ、今見れたらもう本当に偏りすぎて、はい、我慢しすぎての、はい、こんにちは、まなまなです。はい、今日はなんとなんと素敵なゲストに来ていただきました。こんにちは、あやです。よろしくお願いします。お願いします。あやさんに来ていただきました、はい、今日はやっぱり私自身も今までダイエットたんですけど、やっぱプロが今日はいるということで、あの今までなんか分かんなかったりとか、食事制限どうしたらよかったのかっていうのをなんか本格的に聞いていこうかなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、実はですね、はい、あのまあ先月にあのグラビアをやるっていうことで、かなり体を絞るために頑張ったんですけど、はい、やっぱりあの、まあ、パーソナル週一では言ってはいるんですけど、食事の方がちょっとやっぱり難しいというか、だいぶしんどくてですね、腸整理とかぶっていたりとかで、すごい心が乱れたりとかで、だいぶしんどくて、やっぱいざという時に絞りたかったりとか、ダイエットしたい時にどうしていいのかっていうのが、あんまりちょっと食事の方では分かってなかった。なくて、まなまなちゃんが、はい、どういう食事制限を日々しているのかっていうのをちょっと聞いていこうかなと思うんだけど、はい、どんな感じですかね。そうですね、あのもうめちゃくちゃその絞るときは1週間で頑張ったんですけど、うんうん、もうタンパク質を取るっていうのを目指して、だいたい1日の食事が、うん、朝がバナナとオイコス食べまして、うん、朝がオイコスとアナナ、うん、で、お昼が鶏むね肉をだいたい 200g いかないぐらい、鶏むねだけと、あとブロッコリー、ブロッコリー、これがもうめちゃくちゃ減量した時の食事で、うんうんうん、で、夜がゆで卵2個と鶏むね肉食べてます。はい、で、間食にプロテインかゆで卵、ナッツを食べてました。プロテインはどんな感じ飲んでた？コンビニとかで売ってるザワス十分タンパクみたいなやつ、牛乳パックみたいな。あ、そうです。これを大体1週間そのもうグラビア撮影の時はやったんですけど、途中でちょっとやっぱり疑惑に負けちゃったりとかして食べちゃう時もあったんですけど、でもそこもなんか聞きたいなと思ってて、やっぱりなんか昔めっちゃ太ってたんですけど、その時と今に比べたら大放送抑えれる感情はあるんですけど、やっぱりたまに暴飲暴食しちゃうっていうのが私の悩みなんですよ。甘い系だったらタルトがすごく好きで、でも最近はもし食べるんだったら、あの和菓子にしようって言われて、ちょっと和菓子食べたりとかもしてるんですけど、爆発しちゃうと結構チキンとかなんかもう高カロリーに走っちゃいがちなんですよ。チキンは悪くないよね。フライドチキンがありまだ。でもそこまでやりすぎると、それこそ我慢した分の反動がバーンって出ちゃうっていうのが一番やってほしくないことなんですね、はい、で、まあ、今見れたらもう本当に偏りすぎて、はい、我慢しすぎての朝から夜、はい、なんかこれを1週間で今やってたというか、1週間これをしてる、まあ、撮影が決まったのが1週間前で、どうしてもやっぱり絞らないといけないってなって、まあ、食事を教えていただく方がいたんですけど、急遽だから仕方ないってことでこのメニューもあったんですけど、やっぱりもう急いで絞らないといけなかったんで、まあ、ちょっと過度な感じの食事ではあるんですけど、ね、なんか、はい、まあ、1週間だけ凝縮して、はいはい、あのスピードでこうダイエットをするっていうと、そこだけはなんとか思うんですけど、結局じゃあ一つ撮影終わりましたってなった時に、終わった、やった、パーンこの反動でまた元に戻る、プラマイゼロみたいな感じになっちゃうんで、これからはなまなちゃんがもっといろんなお仕事があるわけ、はい、じゃあその仕事があるごとにこれをするのって言ったら絶対無理だから、はい、そうなった時にもう普段からもう無理のないような食生活をしてほしいわけ、はい、でそれは消します、はい、あの1週間で献立てほしいというか、私はあの1週間でデザインしてほしい。朝は、まあ、運動してる人にもしてない人にもかかわらず1日の始まりということで、ここはあのお米とかです、ね、食べて大丈夫です。炭水化物を食べてください。1日の始まりなんで、それがエネルギー源になるので食べてください。
ここにプラスアルファで何かは別になんか食べていいです。ヨーグルトでも何でも、パンにしてもいつもというような感じで、全然お野菜でもいいので食べてほしい。ただマストで炭水化物をここに入れてほしいっていうことです、はい。でお昼はお昼で、まあ、真ん中なのであんまりこうヘビーなものを食べないでほしいなっていうのがあって、うんうん、さっきは鶏胸だったっけ。そうですね、鶏胸とブロッコリー、はい、だから今はもう暑い夏なので、うん、サラダとか一番日中暑いのでサラダとかあの体を冷やすものを全然取ってもらっていいと思うし、鶏胸プラスブロッコリーだけっていうよりかは、まあ、いろんなお野菜、うんうんうん、夏野菜とかをプラスすると割とあの夏バテ防止になったりとかするので、まあ、ここはあのさっきのメニューにプラスだったいろんなお野菜で今まで通りで一緒で OK です。さっきとあのボリュームでブロッコリーだけだから、はい、うん、で間食の問題なんだけど、例えばさっきタルトみたいなのが好きだったよね、はい、タルトはあの小麦粉でできてます、はい、で、例えばクッキーのみたいな、私すごくクッキーが好きなんですけど、うん、小麦粉で入ってる、お砂糖入ってる、だから良くないっていうことじゃないですか。だったらなんか悪いものをいいものにシフトする。だから小麦粉をアーモンド粉にシフトする。アーモンド粉って売ってるんですよ、アマゾンとか。例えばなんかそう成城石井みたいなところ行くと、普通のスーパーだとちょっと売ってないかもしれないので、アーモンド粉っていうアーモンドをすりつぶしたような粉状にしたものがあるんですね。これは小麦粉をアーモンド粉に変えておいて、お砂糖をココナッツシュガーに変えておいて、ココナッツの中に入ってる白いやつをお砂糖みたいにすりつぶしているのを売ってるんですよ、これもなんか知らない人結構いるんですけど、はい、あの甘くしたい時にコーヒーとかにもシュガー入れないと飲めない人はココナッツシュガー入れたらいいよとかおすすめなんですけど、ココナッツの香りが苦手っていう人もいるじゃないですか、はい、でもあんまりしないです、ココナッツシュガーに関しては。でバターもクッキーだと入ったりするじゃないですか、タルトももちろんバター入ってると思うと思うし、はい、でバターじゃなくってなんかグラスフェットバターって言って、私もこれずっと使ってるんですけど、普通のバターってお店で売ってるバターってホルモン剤とか抗生物質とかを打ってる牛のから取れてるバターなんですよ、はい、あの例えばイオンとかお肉でもサシがいっぱい入ってる肉を作ろうと思って脂肪分をいっぱい食べさせて育った牛と、グラスフェットっていうのはグラスフェットの牛っていうのはその辺の草を、自然で生えてる草をいっぱい食べて育った牛、自然にその辺走り回らせて育てた、はい、何にもしないナチュラルに育てる牛から取るってバターなので、どっちが体にいいかっていうのはこっちなんですよ、うんうんうん、なんでグラスフェットバターで作ったこの3つ、アーモンド粉、ココナッツシュガー、グラスフェットバターで作ったクッキーを完食に食べるとか、ダメなものを書き出してみて、そしたらこれをこれに変えて、これをこれに変えて、これをこれに変えて、で作ってみたらめちゃくちゃ美味しい普通のクッキーになって、むしろアーモンドの香りがして美味しいんですよ。で次話を聞いて、夜に関しては、はい、夜は一日最後のお食事になっているので、はい、もうあとは寝るだけ、うん、って思ったらここで炭水化物食べたりとかしてエネルギーをチャージする必要はないんですよ、うん、寝るだけだから、うん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 、寝る時ももちろんエネルギー使うけれども、はい、お米を食べることがエネルギー使わなくていい、はい、いいものなので、だからここはもうあのとにかく油っぽいものは食べずに、うんうん、あとは火の通ったお野菜、うんうん、体を冷やして寝てしまうとこう蓄えなきゃっていうような流れになっちゃうから、うん、火の通ったお野菜で内臓を冷やさずに、うん、お布団に入ってほしいから、うんうんうん、ここももちろん野菜だけど火を通した野菜を意識して、うん、食べてみてください、はい、でもちろんお肉でもお魚でももちろんです、うん、決めてても、うん、なんか暴飲暴食じゃないですけど、うん、違うところにそれてしまうっていうその感情をどうやってなくしたらいいのかっていう、そしたらこうやって登場するのがチートデイ、ほうほう、これはもう1日朝昼間食夜何食べてもいいっていう日を作ってみるんです、ほうほう、私は月曜日から金曜日までトレーニングをするって決めてるので、トレーニングと食事って相性が良くないとどっちをかを頑張っても体は変わっていかないので、トレーニングをしている日は食事を気をつけるっていう風なスタンスで行くので、土日は私トレーニングしないので、じゃあ土日はもう体を休ませて好きなものを食べて、はい、
みたいな日にしてるので、土日を勝手にチートデイする。全然、まなえちゃんがもしお仕事の都合とか、ライフスタイルに合わせて、このチートデイは別に水曜日に持ってきてもいいし、金曜日に持ってきてもいいし、ただ私は週2でチートデイを入れてるので、週末は無限だらけのことをしてる。だからこのチートデイのここの枠をどっかに、どうしても無理、この感情無理、どこにやってもいいのか分かんないっていう時に来そうなので、大体多分3日坊主って言われてるぐらいなんで、3日目に持ってきた方がいいかもしれないので、水曜日にチートデイを持ってくると思って、でそこからまたチートデイ頑張って、よし明日から頑張ると思って、頑張って土曜日頑張って、で日曜日にチートデイ持ってくると。そのバランスを1週間から7日間こうやってあるのか、どう自分がやりやすくデザインできるか、だから我慢できないっていうのは1週間もぶっ通しでやるから我慢できないわけなので、土曜日と日曜日私のこのスタイルだったら、土日のチートデイはやってくる、水曜日ぐらいでもめっちゃ悪いわって思ったりします。だけど黙ってても土日はやってくる、今日は黙るわけじゃないから、いやもうめちゃくちゃ名言でそうなので、そこまで我慢すればやってくるからっていうので、ずっとこのスタイルで何年間もやってきてるんですよ。私はブルパイがすごい好きで、ブルパイも元から手軽になっちゃうんですけど、それをこうどうしたらいいのかってなった時に、アップルパイの中身を作っちゃう、アップルパイの周りが太るならば、じゃあリンゴを素焼きしてシナモンってしたらアップルパイの中身みたいなんですよ。それを食べて脳をごまかすんだけど、なんか結局脳をごまかせるものがち、このクッキーだって普通のクッキー食べてると変わんないから、だからそうやってごまかしながらうまくやる。一つだけ個人的に聞きたいのが聞いてもいいですか、はい、外食の時ってどうする？外食の時はそれともするのをやめる？いや、もちろんするのをやめるに越したことはないんですけど、はい、チートデイに持ってくればいいじゃないですか、外食。そうですよね。だから例えばやばい、外食の予定火曜日に入っちゃったってなった時に、はい、じゃあチートデイを、自分が木曜日に設定したチートデイを火曜日に持ってきて、はい、その火曜日にやるべきことを目標にすれば、なるほど、そう、このチートデイのこの部分をうまくはめるんですよ、その外食が入ってくれる。なるほど。そしたら今日は何がやりたい？わかりました。いやでもちょっと聞くだけでなんかダイエットした気分がダメだいやでも私一人じゃできなかったことをこういう風に表にしてやったらわかりやすいなと思って、だからルールを自分で決めて、はい、朝炭水化物、昼、夜は、夜は火の通ったお野菜、お昼はサラダと、あとまあお肉でもお魚でもっていう風に決めとく。だからお米を絶対食べないと。で、間食がどうしてもってなった時にヘルシーなおやつを作ってみる、作り置きできるおやつを作ってみる、置いとく、ダナッツでもいいしっていう風にこうシンプルにしていく人もどんどんなんか計算していったら結局シンプルにたどり着くので、で、自分のスケジュールに合わせてチートデイ、週2のチートデイをどこにはめていくかっていうのをうまく自分のライフスタイルに合わせて1週間をデザインするっていうことがすごく大事です。いやありがとうございます、本当に。こちらこそ。いや、自分一人じゃ分からなかったこともそうですし、視聴者の方からも結構どうしていいのかっていうのをやっぱコメントでもらってたんで、ちょっと見てるみんなと一緒に頑張りたいなと思います、これから。はい、はい、ぜひ。なるか分かりませんけれども、無理はせずに、こう今自分のある月曜日から日曜日どういう食生活を送ってるかなっていうのをまず書き出してみて、で引き算していって表にしていってシンプルにしていってもらったら、結局こうたどり着くのはシンプルなので、あんまりこう例えばジュースを飲んでいったものが野菜ジュースに変えるとか、そういうふうにこううまくダメだった部分をいいものに変えていくで引き算してもらったら多分つくと思いますので、いや頑張ってください。ありがとうございます。本当に今回あやさんに来てもらったんですけど、私もあやさんの方のチャンネルにお邪魔しているので、ぜひぜひそちらも見てください。はい、こんな感じでこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価コメントもお待ちしてます。